にゃんこプレイヤーの皆様こんにちは。アメアメのにゃんこ塾へようこそにゃ。前回まで2回連続で豆知識動画でしたが、今回は宇宙編おすすめキャラ解説です。宇宙編進めてる方は中級者に片足を突っ込んだという感じですね。にゃんこ大戦争の面白さを深々と味わい始めた頃だと思います。だからといって初心者が見ても意味ないということはありません。先に知識を入れておくことでもったいない経験値の使い方をせずに済むので、ぜひ最後までご覧ください。まず宇宙編は未来編と大きく環境が変わるにゃ。今までの常識が通用しないこともあるかもにゃ。一番の特徴としてスターエイリアンという種族が出てくるにゃ。その種族は破壊しないと攻撃が通らないバリアを持っていたり、こちらのキャラを前方や後方にワープさせたりしてきて結構厄介にゃ。言葉で説明しててもラチが開かないからさっさとキャラ紹介していけにゃ。そうですね。では早速行きましょう。1体目はチビムキ足です。宇宙編では編成にレア度の縛りが課せられる場合があるので、EX キャラのバリアブレイカーは1体は育てておく必要があります。猫缶で購入できるキャラで猫スカートもバリアブレイカーを持っていますので、ぜひお好みで、むき足をおすすめしますが、どちらでも宇宙編はクリアできます。海岸ステージはどうにか頑張れにゃ。みんな通る道にゃ。急に冷たいのですね。確かに攻略動画出したいのですが、いかんせんキャラのレベルが高すぎて参考にならないと言われるのは、目に見えているので今は出していません。新降臨や絶ステージが出れば攻略の様子を出すと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると見つけやすくなると思います。年内1万人を目指しているのでぜひ応援お願いしますにゃ。宣伝はこれぐらいにしてキャラ紹介に戻るにゃ。それでは2体目、激レアより、猫フェンシングです。このキャラは敵のバリアを破壊することに命を懸けてるキャラです。ワープ無効こそないですし単体攻撃というネックはありますが、バリア破壊は確定ですのでウルトラメイメイなど相手にする場合にはもってこいです。にゃんこ等40海外でも活躍してくれたキャラにゃ。育てて後悔することは絶対ないにゃ。3体目は必須級の猫サテライトです。第1形態の名前は猫探査機です。ワープ無効壁は入手難度などを考えるとこのキャラが宇宙編には最適です。正直縛りで制限されてない場合は宇宙編で編成からほぼ抜きませんでしたね。普通の壁だとワープで後方向に下げられてしまい、前線が維持できないにゃ。猫ストーンとかがいないうちは特にこいつに頼りきりになると思うにゃ。ではそろそろみんなが楽しみにしてる超激レア紹介するにゃ。超激レアの紹介をみんなが楽しみにしてるとはあまり思えませんか。少しだけ紹介しますね。基本的に未来編、宇宙編ともに優秀なのはエレメンタルピクシーズガチャです。とりあえずエイリアン対策キャラといえばこのガチャです。その中でも特に有用なキャラはメララとボルトかなと思います。炎と雷のキャラですね。メララは超ダメージ、ボルトは確定でエイリアンを停止させます。進化させれば打たれ強い特性も獲得するので確実に活躍してくれると思います。他の3体が弱いと言ってるわけじゃないのでそこだけ注意にゃ。どれか1体だけでも持ってれば楽になるのは間違いないにゃ。他に強くて有名キャラで言うとメガロディーテとかですかね。私は未だに持ってないですが全ステージクリアできてるので、持ってないからどうとかはないです。しかし、持ってたら本当に苦労は少なくなると思います。ちなみに私はメガロ以外のギガントゼウスのキャラを持っているので、飛行に引けません。無課金にはかぶりが天敵にゃ。あと紹介してないキャラで使えるのはムキ足です。基本キャラといって侮る人がいますが、にゃんこ大戦争ほど無課金キャラが強いソシャゲはありませんので、ぜひ信じて編成に加えてあげてください。一応私が持ってるキャラでバリアブレイカー持ちのキャラはこちらです。参考までにどうぞ。お次はワープ無効です。何かの参考になれば幸いです。他にも使えるキャラはいますが以前に出した、未来編おすすめキャラ解説で紹介しているのでぜひそちらもお願いします。それと次回の動画は、ランマコラボが近いのでランマガチャを引くべきか的な動画になると思います。概要欄から Twitter のフォローもお願いにゃ。それでは今回はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でにゃ、エンディング。